おはようございます。決して夜ではありません。午前6時です。私今日はですね、石巻市の十三浜大差漁港に来ています。これから30分後ぐらいに日の出なんですが、日の出を迎えますと旬を迎えている生わかめの収穫、これを体験しようと思ってます。震災で大きな打撃を受けた石巻市十三浜。それでも海と向かい合い、漁師たちは良質な海産物を育てています。おはようございます。あ、おはようございます。今日はよろしくお願いします。いやいや、こちらこそ。これから料理出るんですけどね。はい、はい、まず十三浜のこの生わかめの特徴って教えてもらっていいですか。どういう特徴ですか。うん、やっぱ十三浜は海が荒いので、うん、シャキシャキ感、食感がいいんですよね。あ、ベタベタしてないって、うん、シャキシャキって。あ、午前6時46分、出港です。生まれも育ちも十三浜、西条幸正さんの船で漁場へ向かいます。今年はどうなんですか、出来は。出来はまあまずまずなんですけど、ただ成長が遅いような感じでね。成長が、種挟み込んだ時に栄養源が多分なかったんだよね、最初の頃。最初の頃は、ね、それで成長が遅れてるような感じ。でも味は問題ないんでしょ。味は全然問題ない。味は問題。穏やかな海の上を進むこと6分。あ、これ V があるとこだ。漁場に到着しました。漁場到着です。わかめは冬に種をつけ、春に収穫します。新鮮さが命の生わかめは日持ちがしないため、流通に乗るのもこの時期だけに限られます。西条流わかめの漁のこだわりみたいなのは何ですか。自分でこう長年やってきて、こだわりですか。うん、やっぱり、まあ、皆さんまだ刈り取り始まってないので、うん、私は1月大体7日とはそのくらいから。早いんですよ。っていうのはこういうの間引きしながら、うん、要は次に成長したのをまたこう順番にこう養殖漁場を回って、うん、で1本のロープで2回刈り取りという。はー。一般的なワカメ漁は5月になり大きく成長したワカメを収穫しますが、西条さんはある程度成長したワカメだけを刈り取り、小さいワカメはそのまま海に戻し再度成長させ収穫する間引きという方法を用いています。ただそれ皆さんね、やっぱそれやったことねえから、やっぱ面倒くせがあってやんねえんだれば、うん、あ、だから手間かけてるわけね。そう、うん、手間暇かけてるね。もう1ヶ月だからね、大体。ああ、確かに、うん、もう少しで1ヶ月になるんで。ただ一人だから大変でしょ。だから早くやってるこれだから一人で、だからこういうふうに一人でやりながらも量を取るみたいなやり方、うん。仕事お手伝いしろと。このケンパって言うんですけど、ここ少し残して、はい、それはどういう意味があるの。これ残すとこの芽株がもうちょっと大きくなるんですよ。育つわけだ。育つ。これ全部取っちゃうとここで終わっちゃうと。ここを切っちゃうとこれでもう枯れて終わりってことね。終わり。でこのここを残すだ、これ、はい、はい、であと下を切ってもらって。え、下って枯れてっとこう。あ、この辺を。そうです。はい。それじゃこれ大丈夫？あ、いい、大丈夫です。はい。でこの辺も。そっか、茎でこう。うん、茎の歯ごたえありそうなやつだ。そう、触った感じは、ね、大きいなっていう感じ。根性ありそうなやつだ。はい、そうです。最盛期はおよそ600キロのワカメを西条さんは一人で収穫するそうです。ご苦労様です。では西条さんのわかめクッキング突然始まりました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今グツグツ煮立ってますけどね。はい、まずはしゃぶしゃぶからですね。ほら、どうだ。ほら、これぞ生わかめマジック。本来だとポン酢なりつけてね、ちょっとアクセントつけるんですけど、やっぱりわかめの本来の味をということで、私はこのままいきたいと思います。
これ全くあの味ついてないんですけど、やっぱり海の磯の香り、磯の香りと海水、塩塩味、いい感じですよこれ。あとやっぱ船の上で話してましたけど、歯ごたえ違いますね。シャキシャキがありますね、シャキシャキって脅してますね。これ期間限定じゃないけど旬がありますもんね。そうですね、いいとこやっぱり2月いっぱいぐらいですかね。あ、今月いっぱいぐらいか、美味しいのは。あと3月になってしまうとやっぱ成長してくるんで、もうちょっと歯ごたえが出てくるんで、あ、ちょっと硬くなっちゃう。そうそうです。あ、しゃぶしゃぶにはじゃあ2月いっぱい今頃っていうことなんだ。そうですね、ということだそうです。続いては西条さんおすすめのわかめの天ぷら。茹でたわかめを天ぷら粉にまぶして油で揚げるだけ。食べ応え抜群です。揚げたての生わかめ天ぷらいただきます。うわ大物だった。あったでも塩もタレも何にもなくてそのまま食べられますか、ね、食べられますと十分いけますよ、これ天ぷらにしてもこの歯ごたえというか食感いいですね。変わらないですね、しゃぶしゃぶのあんまり変わらないですね、それがいいな、醍醐味だな、美味しい。なかなかね、十三馬だけじゃないので競争相手がだからありますからね、ちょっと難しいところもあるんですけどね。やっぱ特色を生かすんだったらやっぱり歯ごたえとか、そういう面では ね、売りだと思います、はい、根性のあるわかめですもんね、根性あります。そのあたりみんなに浸透していくと、でまた美味しさもね実感してもらえるかなっていう感じしますけど ね、はい、ということで今回もこちらのお宅へお邪魔します。どうもどうも、前の前のという感じで、手ぶらではなんですけど、これが取れたての生わかめでございます。じゃあ早速よろしくお願いします、漁師の阿部雄一郎さん。去年4月には銀鮭の養殖、12月にはホタテの水揚げの取材でお世話になりました。その新鮮な食材をオリジナルで料理し、素晴らしい数々のメニューを生み出していただいたのは阿部さんの妻、彩香さんです。今回もよろしくお願いします。どうも、いつもお世話になっております。よろしくお願いします。いただきます。いただきます。あー最高ですね。奥さんの彩香さん、いつもいつもすみません。ようこそ。今回も本当に生わかめを使ってこれだけのバリエーションがあるのかっていうぐらい作っていただきました。早速ねいただきたいと思いますけど、まず一郎さん、これ漁師飯としては定番という感じですか。これ、もうこれは漁師の人たち、もう私もこれを食べて育ちましたから。はい。一品目はメカブご飯。刻んだメカブをめんつゆと鰹節で煮込み、ほっかほかのご飯の上にぶっかける、まさに漁師飯。いただきます。なんか音も食感もこうネバネバあって納豆みたいな感じですよね、奥さんね。これ節？鰹節？はい、鰹節です。いい味出してますね。そうですね、結構それやっぱりあるのがマストですかね。だから余計こうご飯が進んじゃう感じしますよね。そうですね、もう漁師の人はもう誰でもこれが大好きっていうご飯です。手っ取り早いし美味しいし最高ですね、これちょっと目新しいですけど、奥さん、これはどんな形なんですか。一番あの外側が油揚げで、葉っぱのわかめを敷いて、で白菜またわかめ敷いて、その中に茎とあと人参をあの真ん中に入れてロールして。いただきます。はい、でこれシャキシャキしてるの茎ですか、これ。そうです、茎も人参の隣に入れて、まあ、出汁が出るので、真ん中にちょっと入れてます。わかめの茎がいい仕事してるな、これ。
菊わかめの煮物です。食感がよくお箸が止まらない一品です。続いてはわかめの酢の物、中華クラゲとの相性がバッチリ。こちらは菊わかめと明太子の和え物、お酒のおつまみにベストマッチ。まだまだあります。わかめの生春巻きにわかめとトマトの中華炒め、どれも美味しそう。素晴らしいオリジナル料理、彩香さん今回もありがとうございます。ラストは茶碗蒸し、いただきますよ、うん、あ、え、これ茎の出汁ほとんどですか、これ。そうなんです、はい、こんなに出るんですか。結構茎がやっぱり一番出汁出るので。茎はいい仕事しますね。そうですね、わかめっていろいろいけますね。本当にそうですね、はあ、料理人としてはし料理のしがいがある材料じゃないですか。そうですね、捨てるところがやっぱりないですね。根っこは芽かぶ、茎はそういう料理、葉っぱは、うん、まあ、サラダにもなりますし。生わかめこんなに美味しいんだ、魅力あるんだなって思いましたけど、うん、まあ、これを食べて本当大きくなったようなもんですから。だから髪ふさふさ羨ましいよ本当にアップしなくていいから世界有数の漁場として知られる三陸沖、その恩恵を受ける沿岸もまた美味なる海産物の宝庫。豊かな海に恵まれた十三浜の良質な生わかめは今が旬です。